そんなことどうでもいいわ。早く粗糖整備工場に行ってブレーキを修理してもらった方がいいわよ。貨車は私が運んでおいてあげるから。ああ、わかったよ。だが次の信号で止まった時、ジェームスのブレーキはさっきの変な音を出さなかった。あれ？もうキーキー言わなくなっちゃったぞ。やっぱりブレーキは故障なんかしてなかったんだ。いたずら貨車が押してくるから変な音がしていただけだったんだな。ジェームスは自分のブレーキが問題ないと思い込んでいたので修理してもらうのをやめてしまった。じゃあね。おいケビン。はいボス。ブレーキオイルが漏れているのか？漏れてません。いつも確認してますよ。じゃあこれは何だ？何のことです？ああこれ僕の。どうしようどうしよう。ブラックス。問題があるのはジェームスのブレーキの方だった。ブレーキオイルが漏れてちゃんとブレーキがかからない状態だったのだ。ヘンリエッタの言ってることが正しいよな。ハンナを側線に置いてっちゃったのは間違いだ。あれ？でもすぐにジェームスはいつも通りスピードを上げて走り出した。ああトビー。ハンナ。やべトビー。ミュー。止まって。君みたいな客車はそんな風に速く走っちゃダメなんだ。ミューミューミュー。わー速い。ミューミュー。もっともっと速く。あらやだ、どうしよう。車輪がグラグラしてきたわ。それに連結器もガタガタしてるんだけど。でもロージーにいたずら貨車を渡した後は変な音はしていない。すぐにジェームスはいつも通りスピードを上げて走り出した。行くぞ。ファッハイ。ヤッホー。その時問題が起きた。どうしよう、止まれないんですけど。はあ、うわ